旬で彩る幸せご飯、今日は栗のパウンドケーキを作ります。旬で彩る幸せご飯、今月の食材は栗。秋の味覚といえば、ほんのりとした甘さとホクホクとした栗を思い浮かべる方も多いのでは。宮崎で採れる栗は粒が大きく甘みも強いことから、加工用としても全国に流通しています。ゆで栗のアレンジレシピです。栗はスイーツとの相性もよく、ほっくりとした香りを楽しめますよ。調理時間はおおよそ40分です。では作っていきます。ゆで栗を用意します。すり鉢なので、すりつぶすと滑らかな食感になりますし、そのまま使っていただいても栗の食感を楽しめるケーキになりますよ。薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるいます。ボウルに砂糖、卵を加え、ホイッパーで混ぜます。ここに薄力粉とベーキングパウダー、ゆで栗、溶かしバター、バニラエッセンスを加えて混ぜます。溶かしバターを加えることでしっとりとした仕上がりになりますよ。型にバターを塗って薄力粉を振りかけておきます。ケーキの型に生地を流し込みます。予熱したオーブンで25分焼きます。焼き上がりが楽しみです。仕上げに粉糖を振りかけます。これで栗のパウンドケーキの完成。生地に栗の風味が馴染んで、香ばしく甘い香りが広がります。アイスを添えたり、紅茶と楽しむのもおすすめです。栗で彩る幸せご飯、ぜひお試しください。